何日目よくわかんないけどね、僕らの仕事ゴールデンウィーク関係ないですから、はい、なのに世間はゴールデンウィークで混んでるらしいですよ。すごいらしいですね。ねえ、もうやっぱもうコロナでやっぱみんな限界なんでしょうね。うん、あとなんかこうやっぱり重症化しにくいなっていうのもあったりとかね。はい、まあワクチン打ったしとか、うん、難しいとこですね。そうですね、我々めちゃめちゃビビってますけどまあでも限界だよね。そうですね、遊び行きたいよね。行きたいですね。でこんだけ晴れてるでしょ。はい、これ行くでしょう、ね、あ、そうそう、晴れ間といえば、はい、400人行きました。あざあざずっと380ちょっとで、そうですね、行ったり来たり行ったり来たり、はい、もうやめちゃおうかなと思ったよね限界なんじゃないかと思って、はい、なんとあの早川さんのあのちょっと待ってね、はい、僕が帰りたかった本当の理由、はい、これをあげたらビュンってすぐ行きましたね俺らじゃなくて早川さんのおかげだよね。そうですね、ね、なんか、はい、でもやっぱりあのあれ見て YouTube 見て買ってくださった方がいて、うん、やっぱ何とも言えないあの気持ちになりましたっていうコメントもいただいてて、うんうん、これね、知ってます？Amazon の2部門でベストセラー取ってるんですよ。Amazon でですよ。すごいですよね。これやったから伸びると思ってるわけじゃなくて、で、あとで調べて、あ、そうなんだなと思って、うん、ね、すごいですよ。本当あの、いい本ですっていうのと、早川さんのこの本のおかげで400いきましたっていうね。はい、まあそんなあのお話です。もう一つ今日は。はい、寺子屋、はい、関連で、スモールさんって中小企業ネットワークの、うん、インターネットラジオがあるんですけど、そこであのちょっと寺子屋の、関連する事業について、うん、インターネットラジオで取り上げていただきます。あ、そうなんですね、はい、それなんか概要欄貼っておいて。はい、わかりました、はい。だからね、ラジオってめちゃめちゃ緊張するんですよ。うん、あの本当にこういうのつけて、あ、はい、でまあ、しゃべるんですけどね、本当なんかね、すごくこうなんだ、自分の日頃の YouTube を知ってくださってる方が、はい、まあ、僕にインタビューをしてくれるんですけど、うん、なんかテンション低いけどみたいな、いや緊張しちゃってみたいな普段はこういう感じなんですけどみたいなね、はい、まあ、そんなんであの、まあ、社会的養護課とか児童養護施設とかなかなかこうワードとして広がっていかない現状があるんで、はい、まあ、我々としてはそれはやっぱり少し社会のみんなに知ってもらいたいなっていうような思いも、啓発っていうかね、そういうことも思ってたんで、まあ、取り上げていただいて本当にあの嬉しかったなっていうふうに思います、はい。ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、あの退屈なら、津賀チューバー見るとか子ども若者チャンネルってもう一本ね、その社会的予防課のやつもやってますし、はい、スモールさんのインターネットラジオ、萩原直哉のスロートークも見ていただければと思います。金谷さん、はい、概要欄に貼ってください。わかりました。というわけで、良いゴールデンウィークをお過ごしください。お疲れ様です。